はい、銀です。今日紹介するのはこちらになります。ブックマークコレクション僕のヒーローアカデミアボリューム2ということで、今回はね、前回の続きになります。前回は10パック買ってきたんですけど、まあ狙いのねミルコが出なかったので、まあ追い出きしてきました。まあ今回は10と10で20あります。はい、でね、最新刊が出ましたね。38巻。いやー、かなりね、てんこ盛りの38巻だったので、結構面白かったですね、38巻。次のね、39巻も楽しみにしていこうと思います。というね、感じで始めていこうかなと思います。はい、それでは、まあね、サクッとやっていきましょう。さてさて、1パック目で出たらもう48秒で動画切れるんですけど、そんなことはないかな。ミルコー。おいで。おー、トドロキショートくんですね。はい。おー、こんな感じですね。デフォルメかわいいな。で、あれですね。半霊半鐘かな。で、まあ、SD が乗ってるって感じですね。おー、かなりかわいいですね。はい。ということで、2パック目いきましょう。ちょっと、ね、画角が狭いな。トガちゃんもうちょっとこっち来てもらって。こう。はい、2パック目。ミルコが出たら即終わる動画です。はい。おー、しかもダブってないのすごいな。はい、今回はじゃないな。2パック目は、シンソウくんですね。シンソウひとしくんか。になります。いやー、シンソウくんもね、大活躍ですよね。ほんと、めちゃめちゃ、ね、体育祭、ちょうどね、体操服着てるんで、体育祭の時もね、大活躍だったんですけど、いやもうね、いや嬉しいですよ、本当に。シンソウくんね、活躍する回は結構僕好きで、かなり、推しです。はい。どっちから引いたっけ？こっち減ってんな。はい、3パック目。いいよ。いいよ。はい。おお、スピナーくんかな。スピナーになります。おお、いいね。ああ、いい、いい。スピナーはあれだね。やっぱり、SD になっても、なんか、あんまり変わんないね。なんか、あのまま、こう、ちっちゃくしたみたいな感じになりますね。おー、いいな。あ、いい、いい。あ、これ、でもあれだよ、あれだよね。多分、ああ、なってるんだ。おー。なんか、この、白のやつがね、ステインっぽくて、それも好きですね。はい。まあ、ステインに憧れる身としてから、身としたら、まあ、ステインって言われるのは、いいのか。はい、4パック目かな。4パック目。お、よいしょ。そろそろダブりそうな感じ。おー、ダブんない。鉄鉄くんだ。いいねー。合ってるよね。鉄鉄くんだったっけ、この人って。フルネーム、鉄鉄くんなの。ちょっと滑舌回んねえな。はい、ということで、桐島くんの、まあ、永遠のライバルであろう、鉄鉄くんですね。はい。おー、いいね。あー、でもちょっと地味かな。これだとオールマイトっぽく見えちゃうな。まあ、ちょっと光ってるのが、まあ、鉄、ね、の個性的には、まあ、見えるかな、という感じだけど。まあ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 。いいんじゃないかな。まあ、この子もね、割と面白いキャラですよね。それでは、5パック目、上げていきましょう。今んとこダブってない時点ですごいな。はい、おー、トカちゃんだ。来た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 。今回の主役であるトカちゃんですね。これは今回のサムネだな。はい、トカちゃんで、トカヒミコちゃんですね。ああ、いいね。チューチュー吸いそうな感じで、いい感じです。トカヒミコということで。あ、これは、あ、いいか。最後に。よいしょ。画角が難しいな、この子たち。よ。6パック目かな。よ、え、でもダブってないのやっぱすごいな。はい、6パック目、ピッ。おー、トゥワイスはダブりましたね。お、ようやくダブった。逆に。逆にダブってないのすげえなと思っちゃった。このゴミどけたらいいんだね。ゴミどければもうちょっと。ちょっと10枚ずつぐらい並べたいから、これぐらいかな。はい、7パック目かな。いいよ。まあ、そろそろダブってきますよね。おー、ベストジーニス。これはダブってないですね。おー、いいね、いいね。おー、
んていうのかな、ベストジーニストアニメ版だとね、緑川さんだったのはちょっとびっくりしました。うわーめっちゃイケボだーと思って最初ね、あの初登場の時すごいびっくりしました。はい、おーいいねいいね、あこのマークめっちゃいいね、あーいいねいいね、それっぽいそれっぽい、これ多分公式なのかな、公式であったっけな、こんなこのそれぞれのマークって公式でありましたっけ。はい、8パック目かな、ん ?7 パック目かな、ん、え、今何パック引いてた ?2、4、6、7、8、8パック目だね。8、よいしょ。ほい、おう、あすいちゃん、ダブりましたね。つゆちゃん。まあ、正直、38巻まで今、あるんで、まあまあ38枚まあ買えるって思えばまあまあ全然いいのかなって感じしますね。はい、あおダブってきたね。うららかちゃんですね、前回のサムネになったこれですねいやめっちゃいいなと思ってサムネにしました。何パック目か忘れちゃった、何パック目か。逆になんで今までさこの主役出ないの何なんだろうな。あ、まあとどろきくんが主役かな。おお、え、これはシークレットじゃない。お、シークレット1枚出ましたね。多分シークレットだ。箱押し、あ、箱押しだ、箱押しだ。おお、来た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 。あー、そういう、あ、逆にここでミルク出ちゃったわ。はい、ということで、シークレットの、2枚ある中の1枚になりますね。プロヒーローズっていうことで。ってことは、もう1人はヴィランかな。おー、エンデバーからベストジーニスト、ホークス、で、マウントレディ、ミルコ。で、琉球と、ファトガムかなになりますね。お、めっちゃいいね。おお、これ多分あれだね。いや、言わんとこ。大きさ大きいの選んだらシークレット出ますよって言おうとしたけど、やめとこう。はーい。何パック目か忘れたけど、引いていきまーす。よいしょ。今回ね、セリア、1店舗で、なんだっけ、初音さんですね。18しかなかったのでちょっとね2店舗寄ってきました。なのでねちょっともしかしたらそのなんていうのかな、カートン的にダブりが割と多いかもしれないですね。まあ逆に当たりが出る可能性も高いですね。はい、何パック目かわからない。はい、あートガちゃんダブった。おおお、ダブってきたぞ。え、あのミルク出ないってお茶やめてね、本当にこれフラグじゃないんだけどな。いいよ、サクサク引いていきましょう。ちょっとシークレットのね出たしサクサク引いていきましょう。おお、エンデバー。はい、エンデバーになります。おお、いいね、エンデバーも結構いいね。おお、いいねいいね。ああ、なるほど、 あの拳のね、なんて右左気にしてましたよねオールマイトとは違うんやみたいなね、あれ面白かったですね。はい、今何パック目なんだよいしょ、もう数えるの諦めちゃった。いいよ、おーい、いやー、ダブってきたな。まあまあまあダブるでしょう、そろそろね。逆にダブってなかったのすごいな。前回のもね10枚買ってきてダブってなかったんで、まあまあ割といいんかなって感じしますけどね。あ、そこまでダブるか、そこまでダブるとちょっとしんどいぞ。結構ダブってきたぞ、サクサクいこう、ダブってきたら。よ、おー、かっちゃん、やっと主役来た。かっちゃんですね。爆豪勝樹くん、大爆殺神ダイナマイトさんですね。あー、いいね。おー、いいね、いいね、いいね。いい感じとオリジナルが混ざってますね。いいアレンジですね。はい、あー、で、あれですね。腕につけてるヒーロースーツになります。おー、いいね、いいね。よかった。ちょっとね、ダブってる時にかっちゃん来てくれると流れ変わるよね。で、ミルコは。やべえよ、ミルコのために追いだけしたのにさ、ミルコ出ないお家はちょっとな。いいよ。あと、おーおーおーおおお、ミリオだ。いいね。トーガとミリオですね。ルミリオンになります。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっとテンション上がってきたよ。お、かっちゃんが流れ変えてくれたぞ。いいね。おー、ルミリオンですね。おー、いいね、いいね、いいね。はい。
あ、でも A 組のメンバーだと僕峰田実くんが一押しなんで、でもねボリューム1の方には入ってたんですけど2の方にはね入ってないので、まあそこはね、おお、そこはね、まあ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 気にせず開けていこうかなって感じですね。何枚目かわかんないですけど、リデストロになります。お、いいねいいね。このキャラもね意外となんかあれですよね、一番最初からこう予言されてて、あのヴィランのね、あの何大巨頭みたいな感じで、三大巨頭ぐらいかな、でまあその中の一人みたいな感じで最初から割とこうねシークレットとして出たキャラが結構なんていうのかな、終盤のキーというかになってくるとは思わなかったですね。なんかあの辺はさらーっと流すのかなと思ったらね結構大事にしてたみたいですね。はい、あと2パックですね。大丈夫か、ミルコ出るのか。ミルコさん、まあミルコさん違う意味で出たけど、あー、おー、ちょミルコさん、ミルコさん出ないんですけど大丈夫ですかこれ。おい、まだ追い出きしないとダメなのか。最後の1枚です。なんかもう色的にミルコじゃないような。おお、まあダブらなかったね。はい、なんだっけ、ミスターコンプレッツ、コンプレスだねになりますね。このキャラとリーデステロがね、あの三大巨頭みたいな感じでしたよね。まあその詳しい話は本編をご覧ください。あ、いいですね。あ、いやでもこれだったらあれだったかな、もうちょっとマジシャンっぽいイメージの方が良かったかな。はい、ということで、いやーミルコ出ずめっちゃ悲しい。でもシークレット出たからまあまあその分ちょっと嬉しかったけどね。それでは、全部引けたので、サクサク見ていきましょう。まずはミスターコンプレスですね。はい、でマウントレディ、マウントレディ、マウントって言った。はい、でリデストロー、トウガタミリオ、ルミリオンですね。並べんのむず。爆豪勝樹くんですね。大爆殺シーン、ダイナマイトですね。おお、楽しそうやね。スピナーですね。で、鉄鉄くんですね。で、エンデバーですね。そういえば、オールマイドも出てないんじゃん。なんか、デクくんもオールマイドも出てない。トガヒミコですね。で、初音さんですね。で、シークレットですね。いや、シークレット嬉しいですね。いや、いいね。普通に。あ、ミルコこんな感じらしいです。イラストがね、先バレ。あ、でも琉球もいるんか。琉球いるんだ。ちょうどあれか。ルミリオもいるってことは、エリちゃんの話のとこかな。あ、でもオーバーホールはな。オーバーホールじゃない。オーバーホールはな。で、ウララカちゃんですね。で、アスイ、ツイちゃんです。で、ベストジーニスと、トゥワイス。トガちゃん、テツテツ、この辺ダブったね。スピナー、シンソウくんですね。で、トドロキくんということで、こんな感じのラインナップになりました。はい、20パック引いてもミルコには縁がなく、なぜでしょう。もうちょっと買い足さないとダメか。まあ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 、またね、もうちょっと期間空くかもしれないんですけど。まあ、入荷したら、また買いに行こうかなと思います。それではね、この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。まあね、シークレット1枚出たので、まあまあ、ミルコを出すついでに、シークレットもう1枚出せればなっていう思いがありますので、続きの方、お楽しみにしていてください。それでは、終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。